進撃の巨人ブレイブオーダー、アタックオンタイタン、進撃の巨人ブレイブオーダー、ストーリーモード攻略編第9話、死守。シガンシナへのルートを探るために出発した調査兵団は、知能を備えた女型の巨人と遭遇した。次々と兵士が倒れる中、兵団は誰一人その意味を理解しないまま巨大樹の森へと走り込む。リヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか！また死んだ！助けられたかもしれないのに！選べ、自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるか。進みます！撃て！まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、見たか、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞこのバカ。どうだ、分かったか。はい。動きは止まったようだが。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間が稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつのうなじの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。気候種、それとも超大型と同じ。もしかしてエルヴィン団長は。おい、ぼさっとしてんじゃねえよ。考えるのはあと、私たちはもっと奥で待機。待てリヴァイ、念には念をだ。第2第3波撃て！予備も使え！そうだね、ここまで登ってこれたら私がどいてあげようかな。でも多分あと少ししたら撤退命令が出ると思うけどね。それはさっきから森の奥で鳴ってる爆発音と関係があるんですか？さあミカさん、この音何だと思いますか？森の中で大砲でも撃ってるんでしょうか？大砲を持ってきたようには見えなかったけどな。さっきから奥がうるせえな。なあベルトルさん、クリスタがどの辺に行ったか知らない？ごめん、知らない。わけがわからん。今何のために何してるんだ。
帰りたい。少し移動するぞ、アルミン。野郎、コツをつかんできたみてえだ。木登りがだんだん上手くなってきてるぞ。学習能力があるってことだ。怖いことに、それも個体差があるだろうけど。アルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは。最初からそれだった。そういうことですよね。でも俺たちみたいな新兵ならともかく、長く調査兵団をやってる先輩たちにも知らされてないなんて。うるせえな。私たちは団長や兵長に信用されてないって言いたいの？いや、でもそういうことになっちゃいますよ。ペトラ、そいつの歯を抜いてやれ。前歯と奥歯を差し替えてやれ。いや、エレンの言う通りだ。団長には簡単に我々を信用できない理由があったんだと思う。どんな？仲間を信用できない理由なんて一つだ。巨人になる人間、もしくはそいつに協力する諜報員のような奴が兵団にいる。お前もそう思ってたんだろ、兵団の中に。うん、いると思う。諜報員、本当にそんな奴が？少なくとも団長はそう確信しているはずだ。おそらくこの作戦を知らされたのは5年前から生き残っている兵だけだ。なるほど、そういうことか。そうに違いないな。分かったか、エレン。そういうことだ。うん、そういうことなら仕方ない。5年前、つまり最初に壁を壊された時に諜報員が入ってきたと想定して、容疑者をそこで線引きしたんじゃないかな。じゃあソニーとビンを殺したのもそいつってことか。私、あの時団長にそれを質問されたんだ。君には何が見える？敵は何だと思う？あの質問は、そうか。あの質問に答えられていたら本作戦に参加できたのかもしれないな。そんなものがいたとは思えんが。俺は分かっていたぜ。でもな、そこはあえて答えなかった。お前らにはそれがなぜだかわかるか？なんで？なんだ、わからないのか？まあお前ら程度じゃわからないだろうな。お前らはまだ俺の域に達していないからな。ねえ、まだリヴァイ兵長の真似しているつもり？兵長はそんなこと言わない。すればこの世界の真相に迫れることになる。でもそのためだとしても、人が死にすぎた。団長は間違っていたと思うか？正しいとは言えねえだろう。内部の情報を把握してる巨人の存在を知っていたらよ、対応も違ってたはずだ。
前のところの班長たちだって。いや、間違ってないよ。は、何が間違ってないって。兵士がどれだけ余計に死んだと思ってんだ。ジャン、後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。わからなくても選択の時は必ず来るし、しなきゃいけない。100人の仲間の命と壁の中の人類の命、団長は選んだんだ。100人の仲間の命を切り捨てることを選んだ。エレン、お前はまだ知らないだけだが、それも今にわかるだろう。エルヴィン・スミスに人類の希望である調査兵団が託されている理由がな。リヴァイ兵長があれほど信用してるくらいだからね。それまでてめえが生きていればの話だがな。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。撃てこれでどう？もうかゆいとかあってもかけないよ。みじろぎ一つできないよ、多分一生。傷を塞げば塞ぐほど関節がより強固に固まっていく仕組みだ。しかし肝心の中身さんはまだ出せないのか。何やってんだよ、リヴァイとミケは。体の一部の表面を硬質な皮膚で覆うことができる能力か。話に聞く鎧の巨人と似通った性質。立体軌道の白人攻撃をこのまま続ければ弱っていくのか。試している時間はない。ならば葉っぱの用意だ。目標の手を吹き飛ばせ。しかし、常備しているものの威力では中身ごと吹き飛ばしてしまう可能性があります。ならば手首を切断するように仕掛けてみよう。合図を送ったら一斉に仕掛ける。了解。おい、いい加減に出てきてくれないか。こっちはそんなに暇じゃないんだが。なあ、お前はこれからどうなると思う？お前はこの状況から抜け出すことができると思うのか？こっちの迷惑も少しは考えてほしいもんだ。お前は確かいろいろなやり方で部下を殺していたが、あれは楽しかったりするのか？俺は今楽しいぞ。なあ、お前もそうだろ。
お前なら俺を理解してくれるだろう。そうだ、一つ聞きたいことがあった。お前の手足を切断しても大丈夫か？また生えてくるんだろう？お前自身の本体の方だ。死なれたりしたら困るからな。てめえ、びっくりしたじゃねえか。断末魔ってやつですか？エルヴィン、匂うぞ。方角は？全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。なんだ急に俺らを無視すんだ。なんだこいつら、全部気候子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。戦闘開始。突然、何？待ってください！さっきの悲鳴、聞いたことがあります。私がいた森の中で。追い詰められた生き物が全てを投げ打つ時の声。狩りの最後ほど注意が必要だって教えられました。だから注意しろと。いつもより100倍注意してください。森舐めたら死にますよ、あなた。私も山育ちなんだけど、野菜作ってた子には分からないですよ。そう、アルミンは中列後方にエレンがいそうだって言ってたっけ。葉っぱ用意を急ぐ。先に東から来る。すぐそこだ。今車護衛班、迂回を取る。無視だと？飛行士なのか？3体突破します。リヴァイ兵さん。おいてめえ、さっきなんかしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。全員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。陣形を再展開。カラネスクへ帰還せよ。
やられたよ。なんて面だ、てめえ。そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。死骸の蒸気で視界が悪い。信号弾の連絡に支障が出かねない。俺の班を呼んでくれ。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。撤退だ。総員撤退。馬に乗って帰れってさ。はい。なんだ、もう終わったのか。帰れる。やった。一体どうなっている、エレンは。どうやら終わったようだ。馬に戻るぞ。撤退の準備だ。だそうだ。中身のクソ野郎がどんな面してるか拝みに行こうじゃねえか。本当に奴の正体が。エレンのおかげでね。俺は特に何も。私たちを信じてくれたでしょ。あの時私たちを選んだから今の結果がある。正しい選択をすることって結構難しいことだよ。おい、あんまり甘やかすんじゃねえよ、ペトラ。こいつが何したって言うんだ。みっともなくギャーギャー騒いでいただけじゃないか。ま、最初は生きて帰ってくりゃ上出来かもな。だが、それも作戦が終わるまでは評価できん。いいかが、緊張。お家に帰るまでが壁外遠征だからな。もう、わかりましたって。ペトラ、お前ら二人とも初陣でしょんべん漏らして泣いてたくせに立派になったもんだな。言うなよ。威厳とかなくなったらどうするんだよ、エルド。うわ、本当なんだ。事実だろ。ちなみに俺は漏らしてないからな、エレン。バカめ、俺のが討伐数とかの実績は上なんだが。上なんだがバーガー。討伐数だけでは兵士の優劣は語れない。うるせえバーガー。ペトラさん、空中で撒き散らしたってことですか。いい加減にしろ。お前らピクニックに来てんのか。壁外なんだぞここは。ちなみに俺も漏らしてねえからな、エレン。おっと、きっとリヴァイ兵長からの連絡だ。兵長と合流するぞ。続きは帰ってからやれ。エルヴィン、どう
どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。メガタは食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいた奴は今我々と同じ制服を着た。リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。我々兵士の中に紛れ込んでいる。急ごう。ここが正念場よ。赤い深淵だろ。ったく仕方ねえ。いいか、やるぞ。これでどうだ。止まるな。進め。うわっ。待たせたな。任せんぞ。行くぞ。立てなくなるまで解いてやる。回復などさせるか。援護する。仕留めないと。失敗じゃ済まされないわ。どうだ。頼んだからな。いいか、やるぞ。俺は本気だ。いいか、やるぞ。待たせたな。回復などさせるか。これは人類にとって希望の第一歩だ。人間にはただ流される弱い奴もいる。あんたにはそれを覚えておいてもらいたいんだ。